皆さんこんにちは、ダルマエルクダイムです。今日はですね、9月の22日に撮影しているんですけれども、今月ね、9月の頭から頭じゃないか9月の8日ぐらいからですからね、9月30日までお客様感謝祭っていうのやってまして、残り1週間となりました。っていうだけの動画なんですけどね。はい、今月末まで着物の仕立て直しですとか染め直しとか、丸洗い、染み抜きとかね、そういうお手入れが、割引料金でやってますよってことで、仕立て直しをね、例で言うと、大体うちでご依頼いただいてから今大体3ヶ月ぐらいの納期になってます。なので、3ヶ月後っていつぐらいかっていうと、もう年末なんですよね。10、11、12 なので今お預かりすると、標準急ぎでやってとかがなければ年末ぐらいにできるっていうスケジュールになります。ってことは来年早々ね、1月に、例えば今どうなんだろう、初釜とか初詣とか1月の行事で着たい着物とか、1月に季節としてね、1月頃に着たい着物の仕立て直しとかを考えている場合は、大体今ぐらいがちょうどいいタイミングになってきます。はい、ちょうどいいというか、納期的にギリギリのになってくるよって、そういうことですね。はい、なのでまあなんていうのかな、なんかずっとやらなきゃって思ってて、まだ大丈夫かなっていうのを葛藤してる人はですね、今月末までに依頼した方が、一応ねお手入れの割引っていうのもあるんですけど、納期的にも、僕が助かる。結構11月中旬とか末に年内にやってっていうのを持ってくる方結構いらっしゃって、なんていうかな、内容聞くとね、受けたく、受けてあげなきゃなと思っちゃって結構苦しむんですけど、そういうのがね、見込める場合はですね、ぜひもう今ぐらいから、もう来年に向けてサイズ直しておこうみたいな着物をお持ちの方はね、今月中にご依頼いただくと、僕としては助かります。はい、で今は、7月もこの動画、こういう動画撮ったんですけど、洗い張りがね、割と今、片付いてきたところなので、7月の、最後の1週間で200枚ぐらい来たんですけど、それがね、もうほぼ終わって、今9月に受けた仕事をやり始めてるので、だいぶね、混雑状況としては、こなれてきたというか、こなせてきた感じなので、今ぐらいにね、年内の仕事をねご依頼いただけると、うちとしてもやりやすいので助かるなという感じです。ということで、お手入れのね割引セールあと1週間ですよということで、今月中に出そうって思っていた方結構いらっしゃるかなと思うんで、9月って割とね駆け込み需要が多い月なんで、月末ギリギリの依頼結構多いんですけど、ちょっとできればもうこの3連休とかね、天気もちょっと良くないかもしれないんで、家にいる場合はね、じゃあもうこのタイミングで整理しようみたいな、だるまさんにえいって送っとこうみたいなのをやっていただけると助かります。ということで、ぜひ9月のね感謝祭でのお手入れのご依頼お待ちしております。ありがとうございました。バイバーイ。動画をご覧いただきありがとうございます。だるま屋では、着物の丸洗い、染み抜きをはじめ、仕立て直しや染め直しなど、いつでもご相談に応じております。LINE やお電話でお気軽にご相談ください。 LINE の友達追加の URL は本の詳細ページもしくはコメント欄に記載してあります。また本チャンネルのチャンネル登録よろしくお願いします。コメントも、見たよとかね、面白かったですとかね、そういうコメントいただけると励みになりますので、よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。